こんにちは、速稼塾の久保でございます。2014年からね、暗号通貨のことを随分発信してきましたけども、今回のビットコイン騒動なんですが、まずはテスラモーターズがねビットコインを導入して、テスラモーターの車をビットコインで買えるようにするよっていうふうなリリースを出しました。そうすると市場は一気に急騰してですね、ビットコインをはじめとするアルトコイン全般的に値段が上がり続けたんですよね。そして一時はビットコインが700万までいきました。でも現在400万を割るかどうかっていうところまで下落してきましたね。一時期は330万ぐらいに行ったと聞いてますけどもね、まだチャート見てませんけどもね、今400万ぐらいでしょ、すごいですね。半分ぐらいになっちゃったのかな、 40% ダウンぐらいしてるような感じですよね。そしてですね、テスラモーターズが、今暗号通貨での取引を停止しました。3ヶ月ぐらいしかやらなかったということなんですけども、これはですね、やっぱり暗号通貨ビットコインによる電気代の消費がすごく大きいと。それではね、エコであるこの電気自動車、もう本末転倒じゃないかってこともあったのかなと思いますけども、どちらにしても、ビットコインでの購入の制限をかけたということなんですよね。そして気を同じくして中国ですよね。中国が今指示を出してですね、ビットコインで、取引をしてはならないと、商品を買ってもならないと、人民元との交換もしてはならないということで、ビットコイン完全封鎖を発表したんですよね。そうすると当然ですけども、ビットコインによって資産を築いている中国の投資家さんはそれを手放すわけですよね。そして世界でもその売りに関する不安要素で、そうですね、400万円以上で買った方は軒並み手放したんじゃないですかね。こういうのも込みで、やっぱビットコインは100万円以下で仕込んでおかないと、あとは怖くて買えないよってことだったんですけども、100万円以下で仕込んでおけばね、例えば200万円台になってもまだ大きな含み益なわけですよ。だから余裕を持って待ってられますし、だいたい100万円前後で拮抗してるってことは、どう考えても底値がね100万円を割ることはないかなっていうところは簡単につかめると思うんですよ。さまざまな要因があって、ビットコインっていうのはまだまだ乱高下します。電気代も高いですしね、特に中国でビットコインっていうのをマイニングしていないと、とてもじゃないとあのコストが払えないところであります。一気に南極とかでね採掘ができればいいんですけども、そういうわけにもいかないですよね。そうなるとビットコインのこのね、マイニングコストを下げるしかないわけなんですけども、なかなかこれがね難しいところになっているのかなと思います。しまいにはね、宇宙空間で直接太陽の光を受けてマイニングをするという工場があれば本当に無敵なんですけどもね。でイーサリウムなんですけども、イーサリウムも45万50万に行くかと思ったところからまたね、だいぶ価格を下げてきてしまいました。でも全然減っちゃうでございます。なぜなら取得単価で買ってるからなんですよ。低い取得単価で買って、それ以来もう買い増しをしない、こういうふうに自分の限界値を決めて暗号通貨投資に取り組めば、特に狼狽することなく含み益が減ったよねぐらいのもので済むわけなんですよ。ここが肝心なんですよね。その含み益をもう一刻も早く決済しないといけないような、そんなポートフォリオっていうのはやっぱりね、そのポートフォリオとしてはちょっとまだまだなのかなと思うところもありますし、あとはね、ちょっとした動きで含み益が含み損になってしまうような危なっかしい投資っていうのはやっぱりするべきではないかなと思いますし、もしするんだったらそれはリスクの高い投資としてね、やっぱこう自己資金の本当 0.数%みたいなね、そんな形でやるべきなのかなと思いますよね。私の考えではビットコインっていうのは結局は値上がりに戻っていくと思いますし、仮に中国が取引をしなくても、ビットコインの市場はまだまだ無限に広がってますんで、特に大きな問題はないかなと思います。そしてビットコインこそがあらゆる通貨の為替を超えて、垣根を超えてものすごく便利な通貨だと思いますしね。だ反面ですね、ビットコインみたいなのが主軸通貨になると困る国は結構多いですよね。だから国としてもどのように暗号通貨と融和していくか、この争奪戦になるんじゃないかなと思います。私はいろいろと考えますけども、結局は暗号通貨の時代が来るしかないかなと。これが規制されて使われることがないっていうふうには非常に考えにくいと思っておりますね。ドルとかね、円、こういったものの威力もかなりありますんで、そうですね、世界の基軸通貨がちょっと増えるのかなと思います。ドル、円、ユーロ、そしてビットコイン、こんな感じかなと。あとはテクノロジーのために使う暗号通貨ですから、特に決済手段として使われなくてもいいのかなと。イーサリアム、カルダノみたいな。考えは尽きないんでこの辺にしておきましょうか今日は。はい、じゃあリンクの先にね、中国で金融機関に暗号資産業務禁止の通知という動画をつけておきます。ご覧ください。